いざ参ります。森の結構奥深い場所へやってきました。さて、いるのかな。ピピーピピー。わーわー、遅いよリンゴちゃん。上からリンゴ、知り合いか。うん、彼あれの名前はエコロ、なりわいは時空の旅人らしいよ。時空。ふざけたふりして結構強いです。それは仲間になってくれたら頼もしいな。ピピピピーピー。え、緑のお兄さん、どうかしましたか。いや、この気配。あの子を追ってくるだろうからここで待ってたんだ。そうだエコロ、バグ子さんの場所を知ってますか。暴れるだけ暴れてあっさり逃げちゃったよ。もうここにはいないよ。ねえねえリンゴちゃん、今日の僕ってどこか違わない？まあいっか、勝負しようよ、楽しい勝負。とにもかくにも勝負だよ。あはははは。やっぱり彼も影響されているね。エコロほどの存在がそんなあっさり。嬉しいな、楽しいな、ゾクゾクしちゃうな。あのさエコロ、まさかもしかして。その通り、リンゴちゃんに助けてもらいたくてわざと操られてみたよ。はあ、何なんだ、どういうことだ。エコロっていうのはこういうやつなんです。初対面の相手にこんなことを言うのは気が引けるが、価値が悪いな。ビビビビビビビ、助けてー。あはははは。これは不本意ながらエコロの言う通りにするしかないパターン。わかりましたよ、ちゃちゃっといきます。レッツ混ぜ混ぜ勝負。混ぜ混ぜ。ぷよぷよぷよがいいな。溶けた。たちもいいな。溶けた。溶けた。おう。溶けた。ライアー。どっちもいいな。溶けた。溶けた。ビビってきた。痛い。溶けた。溶けた。ふう、チェンジです。溶けた。いいね。チェンジです。いいな。溶けた。おう。溶けた。おう。溶けた。おう。チェンジです。おう。おう。チェンジです。いいな。おう。溶けた。溶けた。おう。おう。溶けた。ビビってきた。サイン。痛いな。負けちゃったか。完璧です。ああ、楽しかった。もうそんなに怒らないでよ。いいこと教えてあげるからさ。どうせいろいろ知ってるのでしょ。キリキリ吐いてもらいましょう。圧が強い。誰のせいだと。今回のことはそこの彗星の人だけじゃなく、おじさまとか時空の番人とか、もちろん僕もちょっと早めに気づいてて、それぞれ対策をしてたんだよね。そうだったんですね。ズバリバグ子さんの目的は？そのことなんだけど、彼女を助けてあげてほしいんだ。倒すんじゃなく？うん。これ以上はアミティちゃんやアルルちゃんたちが揃った場所で相談しよう。多分そろそろみんな集まってくると思うから、僕たちも行くよ、リンゴちゃん。わかりました。エコロ、俺は T、 これからよろしく。でだ。はいはい、こっちだよ。聞き間違いか。ピピピピピピピ。夢中で走ってきちゃったけど、今のところ危険な感じはしないな。誰かに会えればわかると思うんだけど。で、ラフィーナとリデル発見。あ、アミさん。あら、アミティさんじゃない。あのね、大丈夫？出会い頭に突然何を言ってらっしゃるの？リデルもラフィーナも普通に私の友達で、リデルはホワホワで優しくって、ラフィーナは頑張り屋でオホホってそんな感じで、つまりちゃんといつもの2人でいる。あ、アミさん、何か知っているんですか？リデル、何かあったの？何もないわよ。さあ、リデルさん、もう一勝負よ。楽しいぷよぷよ勝負。当然無限に続けてられるわよね。あ、アミさん、助けてください。今日のラフィーナさん、なんだかちょっと変なんです。ラフィーナさんは確かに頑張り屋さんですが、こんな風に強引にぷよ勝負を仕掛け続けるなんて今までなかったのに。そうなの、ラフィーナ？だって楽しいんですもの。私、何か間違っているかしら？ずっとこの調子でもうヘトヘトです。ラフィーナ、それってやっぱり変だよ。アミティさん、邪魔をするなら相手はあなたでもいいのよ。邪魔っていうか、さあ、行きますわ。ちょっと待って。ぷよぷよでとっても楽しく勝負ですわ。この私が。ねえラフィーナ、話を聞いて。ラフィーナ、おかしいですわね。なんだか気分がさっぱりしてますの。先ほどまでは何か勝負をしなくてはってそればかりで。ラフィーナさん、元に戻ったんですね。リデルさん、ごめんなさい。大変でしたわよね。自分でもなんであんなことになっていたかわからないのよ。いいんです。ラフィーナさんが無事ならそれで最高です。ところでアミティさん、このことについて何か知ってらっしゃる様子でしたわね。詳しくはわからないんだけどね。良くないことしてる子がいて、多分今回のことはその子のせいなんだ。今リンゴやアルルと一緒にその子を追いかけて。まあそれじゃ私も行きますわ。手伝ってくれるのと申しますか。やられっぱなしなんて私のプライドが許さないわ。絶対捕まえてボッコボコにして差し上げましょう。ほどほどにね。私は。リデルさんはここで待っているのがいいわ。でも私もお役に立てれば。リデル、ラフィーナはリデルのこと心配してるんだよ。ずっとラフィーナに付き合ってもうフラフラでしょ。そうなんですか、ラフィーナさん。ありがとうございます。どう思っても構いませんわ。それじゃあアミさん、ラフィーナさん、気をつけてくださいね。ありがとうリデル、バッチグーで頑張るよ。覚悟はよろしくて。不思議に赤い左手を眺めて首をかしげてますわね。シグー。アミティとラヘーナ。いつになったら私の名前をちゃんと呼ぶのかしら。ラフィーナ、今はそれより。分かってますわよ。いちいち突っ込んでられねえですわ。シグ、気分はどう？頭が変にぼんやりしてたりしてない？シグさんは常にぼーっとしてますから、このリアクションがどっちなんだか分かりにくくて面倒くさいったらありゃしませんわね。ラフィーナ、言い方。でも確かにシグは自分の左手がいつの間にか赤くなってても全然気にしないほどのんびり屋だからな。左手。シグ、さっき通りかかった知らない子に不要勝負誘われて終わって、それから左手がなんか変。ざわざわ。ぞわぞわ。どうしようラフィーナ。まだるっこしい。その謎の悪者の影響を受けていようがいまいが、一発ぷよ勝負でボコってみれば同じことですわ。行きますわよシグ。ぷよぷよで勝負ですわ。なんだっけ。なんだっけ。何よ。なんだっけ。なんだっけ。なんだっけ。こっちよ明治。当然の結果ですわ。一件落着ですわ。まあいっか。シグどう？収まった。なんか左手収まった。よくわかんないけど、それっていいことなのかな。多分。じゃあよかった。シグ、改めて私たちある女の子を探してて。そうか。協力してほしいの。わかった。ありがとう。じゃあ行こう。いってらっしゃいシグ。面倒なボケはいいから、つべこべ言わずついてきやがれですわ。うへー。やるぞー。もう一回勝負よ。なんなんだい今日の君は。いい加減しつこすぎるぞ。僕は君とはなるべく関わりたくないんだがね。うるさい。私だってそうよ。でもおいベーリー、泣くんじゃない。泣いてないわよ。あの女の子と勝負してから何かおかしいぞ。ベーリーはこんな感じだし、僕の持っている本もなんだか落ち着かない感じだし、どうしたら。あ、クルーク、それとフェイリー、大丈夫？アミティ、何か知っているのかい？その様子は全然大丈夫じゃなさそうですわね。ああ、ラフィーナとシグもそうだね。ほんのちょっとだけ困った状態だと言えるかもしれないから、助けさせてあげることはやぶさかじゃない。ほっときましょう、このメガネ。ラフィーナ、何をごちゃごちゃ言ってるの。いいから勝負なさい。フェイリーさん、先ほどの私と一緒だわ。胸がとても苦しいのよ。そんなのほっとけないよ。うん。やるぞ。なんだかわかりませんが、シグさんがやる気を出している。シグ、うん、それじゃあお願いね。そこのよくわからないけど、誰が来たってたのしく叩き潰すわ。さあ来なさい、四角いブロック。混ざった勝負だ。テトリス。こっちかな。チェンジ、こっちかな。テトリスかな。ベネフィック、なんだっけ。いや、ダメなの。この感じ。チェンジ、こっちかな。なんだっけ。この感じ。クレート、チェンジ、こっちかな。ほら、チェンジよ。こっちかな。なんだっけ。やだ。なんだっけ。この感じ。チェンジ。こっちかな。ほら。この感じ。チェンジ。こっちかな。この感じくるね。ほらり。このチェンジ。こっちかな。この感じくるね。ほらチェンジよ。こっちかな。チェンジ。こっちかな。なんだっけ。ほらくるね。チェンジ。こっちかな。この感じ。なんだっけ。やだ。乗り越えた。こっちかな。視野。やだ。この感じ。チェンジよ。こっちかな。やだ。なんだっけ。運命が見えない。勝ってた。治った？よかった。やったねシグ。ベイリもよかった。レムレス先輩に気をつけるように言われていたのに。レムレスに？じゃあレムレスは知っていたのか？先輩が知らないことなんてないわ。じゃあ怪しい女の子のことも？そこまでは。話がごちゃごちゃしてきましたわね。プリンプ魔導学校の周りは大体見回りましたし、一旦レムレスさんと合流して話を整理しませんこと？ああ、僕も賛成だ。レムレスならもっと詳しいことを知っているに違いない。そうだね。私ったらみんながピンチって聞いて、レムレスにあんまり質問しないまま走ってきちゃったからな。君ってやつは。じゃあ一旦戻ろう。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.